ってるか。はい、これね、うちに残ってたね、焼き鳥の缶でね、パパが出張でなんか買ってきていっぱい残ってた缶詰で作りました。うん、あ、マジで。ポンって乗せただけだけど。サバ缶も余ってたでしょ。サバ缶もすごいあるよ。なんかね、サバ缶買っちゃう症候群なんだよね、俺。缶詰好きなのかな、もしかして。いただきます。うまし。本当？うん。なんかね、ラーメンサラダとかとは全然違うんで。さっぱりする。うん。なんだろう。おいしい。この甘じょっぱいタレっていうの、うん、なんだ。ちょっと例えた。言葉うまい。うん。立派なおつまみだね。うん。ご飯にも同じ。なる。全然なる。うん、サラダ、あの野菜いっぱいじゃん。パパの時って野菜取りにくいんだよね。ああ、そうね。うん。これいいわ。これおすすめだわ。うん。おいしい。磯辺？韓国のね、あの磯辺でもないの、甘じょっぱい。うん。超おいしい。うん。うん。おいしい。うん。おいしいね。うん。ごま油の風味。うん。合う。一味で違う。うん。あの、磯辺餅。ね。うん。うん。飲んでる。やっぱ餅で酒飲めるからね。飲めるね。うん。いただきます。サクサクです。たこ焼きみたい。すごい。ちょっとカリカリのサクサクで、中ふわふわ。美味しい。何これ。なんかね、教えてくれたんですよ。はんぺん、長芋すりおろして、はんぺん潰して、うん、片栗粉入れて、揚げたの。それだけ。味付け。なし。ん？味付けなし。うん、こう。紅生姜。の風味でね。うん。うん。うまい。うん。カリカリ。はんぺんでこんなに味出るんだ。ね。うん。ちくわがあったから。春雨のね、賞味期限がやばかった。消費期限。賞味じゃなくて。まあ別に、なんか乾物だからさ、消費期限切れたって食べれそうだよね。うん。うん。キムチがいい。想像通りファイヤーだ。このキムチちょっと辛いんだよね。コクが。うん。うん。私好きやつ。鶴瓶さんのやつだ。そうそうそう。餅がうまいよ。餅結構減ったね。一人で食ってるもん。一人で4口にしたんですけど。え？太っちゃうよ。またね、あのちょっと時間経ってからね、俺の好きなね、ちょっと固めのお餅になってる。パパ固い餅好きだよね、うん、私柔らかい餅好きなんだよね。うん、全部食べたの。うん、さすがだね。飲んでお餅で酒が飲める。はあ、確かに全部食っちゃったの。餅、うん、餅全部食べちゃったわね。食べようと思ってもね、あの風呂入んないでも、ね、ああ、パパ。いや、あれ餅に海苔巻いて醤油かけてるんですよ。違う違う。醤油みたいな、なんかタレみたいな。甘じょ、韓国海苔。え、普通に、え、めっちゃ食いたかった。めっちゃ美味しい。ねえ、パパ食べちゃダメじゃん、全部。まだいっぱいあるから、餅。作ってくれんの？え？あねえ。俺が秋の家に自分で作るってそれいいかも。なんでよ。作るんだったら秋の家を見てね。動画アップするまで待って。なんでよ。